三日月宗近役鈴木朗希です。本日は、完成披露会、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。この後とびっきりの催しもございます。皆さんの力を借りて盛り上げていきたいと思いますので、どうぞそちらの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。荒牧さん。はい、山姥切国広役の荒牧慶彦です。完成報告会ですね。はい、ね、今日はご披露できないので完成報告会と、はい、点灯式を、共にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。和田さん。はい、へしきり発部役の和田正成と申します。皆さん寒い中本当にありがとうございます。今日はよろしくお願いします。梅津さん。はい、山姥切町議役の梅津瑞希です。もう二度とねこんなスカイツリーの下でこんなイベントできるか分かんないんで今日は楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。佐藤さん。はい、悲劇り役の佐藤隆道です。この日をとても思い描いて楽しみにしてきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。佐田本さん。はい、骨ばみ藤代役の佐田本風磨です。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。こうやって皆さんともう一回集まるといよいよ始まるんだなと、とてもワクワクしております。今日は楽しみたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。小西さん。はい、堀川国広役の小西エイトです。本日は寒い中お集まりいただき誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。玉木さん。はい、小ガラス丸役の玉木由紀です。そうですね、刀剣乱舞の新たな一歩を皆様と一緒に、踏みしめることができて、とても幸せに思います。これからどんどんこの刀剣乱舞の世界が広がるよう応援していただけたらと思います。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。最後は八雲監督。はい、監督を務めました八雲才志と申します。1年ぐらい前にちょうどですかね、このメンバーで撮影したこの映画の完成報告会ということを今日やれることをすごくありがたく思っております。今日はよろしくお願いいたします。さあ、それでは皆様にお伺いしてまいります。まずは鈴木さん、荒牧さん、和田さん、貞本さんにお伺いいたしますが、前作から続けてのご出演ということになりました。第2弾の出演が決まった時のお気持ちをまずは弘樹さんからお伺いできればと思います。ですね、まず第1弾完成いたしまして、その時に続編をやりたいねっていう言葉が、キャストのみならず、スタッフサイドの方からも、出ておりましたので、ようやく形にできたなという気持ちでいっぱいですね。これが本当に形になって、皆様の元に届くまでに、時間はかかりましたが、いいものが完成して皆様の元に届くって思うと、とても充実したいい時の経過だったなって振り返って思います。はい、さあ、荒牧さん、第2弾決まった時のお気持ちどうでしょう。はい、もう待ちに待ったという気持ちでした。もうすごく、まあね、ヒル君も言ってくれてたように、次の次回作あるといいねみたいなお話から結構な年数が経ってしまったので、まあ、まだかなまだかなと、ずっと待ち望んでいたんですけど、まあ、いざこう映画を第2作をやるぞって時はね、もう本当震えましたね。今も震えてるんですけど全然うまくないです。ごめんなさい。これ今僕考えてて、これうまいことを言ったなと思ったんですけど僕らの心が今震えてます。怖くて、まあ、じゃないですよ。むしゃぶるいですよね。じゃかましいわ。むしゃぶるいしました。はい、ありがとうございます。では和田さん。はい、そうですね、まあ、4年前になるんですかね、5年前か、はい、最初撮ったのが。そうですね。でそれからまあコロナ禍だったりあったんですけど、まあ、スタッフさん含め監督含めでキャストのみんなとまた一緒に集まれたのが本当に嬉しいですね。はい、はい、貞本さんはいかがですか。はい、本当に前回すごい幸せな空間だったので、撮影している時間が、はい、また一緒にこう作品を作れるんだなと思うとすごい楽しみで、はい、本当に嬉しかったです。さあ、そして監督にもお話をお伺いしたいんですが、さあ2作目ということで4年経ちました、いかがでしょうか。そうですね、その4年前の、第1作が、
すごく好評をいただいたということで、今いるその鈴木くんと荒牧くん、和田くんか和田くんと原本くんこの4人がまた、継続してやっていただけるということで、僕もそれに乗っかりまして2作目を監督することができました。ありがとうございますありがとうございます。さあそしてここからは本作から映画に参加された皆様にお伺いします。梅津さん、はい、ご出演決まった時のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、もう映画の方でもその山場切り町議を演じさせていただけるっていうのはなんかこんなに光栄なことはないなと思いつつ、やはり物語もそうですけどアクションっていうのがやっぱり刀剣乱舞の世界ではすごく重要になってくるので、どういうアクションができるのかなと、やっぱ舞台とは勝手が違うと思いましたし、そこが楽しみでしたね。はい、小西さんはいかがでしょうか、ご出演決まった時。はい、僕は第一作も見させていただいて いて、この堀川国広という役は僕がこの業界に飛び込んだきっかけでもある作品だったので、また演じさせていただけるのはすごく嬉しかったですし、初めて演じさせていただいた時から結構3年ぐらい経ってたので、成長した姿を見せれたらいいなと思いました。はい、玉木さんいかがでしょう。はい、そうですね、第1作の方を僕映画館で一人で見に行った時にとてつもなく嫉妬してなぜ僕はここにいないんだろうと思いまして、でも第2作、本当出演決まって、幸せに思いますし、第2作が決まる前に監督とお会いした時に出演したいです第2作があればって言ったことをずっと覚えていてくださって、それは本当に嬉しかったです。お芝居を見に行って、はい、その終わった後ご挨拶した時にそのお話をした。和田くんも出てた舞台ですよ。あ、こっちと挨拶。ああ、そうそうそう。しなくてよかったの、僕だけでよかったの。じゃあだから和田がつなげてくれたって言っても過言ではない。ちょうだい。あ、もう以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして本作から佐藤さんは刀剣男子を初めて演じるということになったわけですが、はい、振り返っていかがですか。いや僕も一作品目を見たときに本当にね。次あるんだったら僕は絶対にここに入って戦えたと思ってたんですよ、はい、それが叶って、人間って本当に飛び跳ねて喜ぶんだなと思って喜んだんですよ。外でマネージャーが電話かかってきて決まったよって言って、おマジっすかみたいな、あすいませんマイクでそれ本当に何にもない、もうなんだ道端でやるんですよ。恥ずかしくなりましたよね。やばい、落ちが、先生助けてください。知らない、怖い怖い怖い、恐ろしい。逮捕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 まああれです、何が言いたいかというと本当に嬉しかったですそして純粋に嬉しかったと。嬉しかったです、はい、僕の持ってる全てを力を出し切って頑張りました。はい、ありがとうございます。さあということで、本作より深掘りしていきたいと思いますが、まず、今作はですね現代という、舞台が用意されていたわけですが、キャストの皆様初めてその現代と聞いた時の印象と、まあ、実際に出陣してみての感想をお伺いしたいんですが、ひろきさんどうでしょう現代。はい、原案ゲームしかり、いろんなコンテンツでしかりなんですけれども、現代で戦う、現代に出陣する、刀剣男子というのは今作が初めて、出させていただいていて、僕の中では実は、最初に三日月宗近を演じさせていただいたくらいの時から妄想はしたことあったんですよね。現代に行ってみたら面白そうだな、またさらに先の未来とかも面白そうだなみたいな。なので現代で、やりたかったこと、三日月宗近としてやりたかったことっていうのが実はこの映画の中に含まれていてすごく嬉しいですね。そこはどこなのかっていうのは実際映画を見て予想してもらいたいなという部分なんですけれども、はい、本当にテンションが上がりました。なるほど、はい、荒牧さんどうです。そうですね、寒いですねちょっと風だけいかないようにしてそうですねすいません、はい、まあ、そう本当僕は逆にヒロ君と違って現代に出陣することを考えてなかったんですよ、想定をしてなくて、はい、歴史もちろんね、僕らが今生きているも時代も未来からしたら歴史なんですけど、まあ、僕は今を生きているので
今が過去だっていうその感覚がなくて、刀剣男子が過去に出陣して歴史を守る、そういう、ものだと思ってたので、まあ、今ねこの現代もそういえば過去なんだ、これは刀剣男子たちからすると2205年からすると過去なんだっていうところで、僕はあんまり本当現代に出陣を考えてなかったので、あ、ありなんだ現代に来るのっていうのをすごい覚えてますね、そういう印象に残ったのが、まあ、あとは現代で実際に撮影してみて、まあすごく戦いにくいなと思いました。なんかこう開けた場所じゃなくてアパートだったりとか、まあ、スカイツリーだったりとかいろんな場所で僕ら戦うんですけど、なんかね戦いにくいんですよ、その物理的に狭かったりとかして、だからゲーム設定でもその内刀は狭い部屋だったりとかはちょっと不利になったりとかするんですけど、本当そのまま本当にちゃんとすごいもちろんなんですけど考え込まれて作り込まれているんだなっていうのを改めて実感しました。はい、ありがとうございます。監督いかがでしょうか、現代ということで。最初に、今回は現代を舞台にしたいっていう話を、聞いたんですね。僕は、まあ、そこの時にはまだ入ってなかったんですが、こういうふうにしたいということを聞いた時に、あ、これ撮影ちょっと楽になるかなっていうふうに思ったんですけど、はい、実は今言ったみたいに荒牧君が言ったみたいにすごい大変で、逆に大変で、しかもあの刀を持ってアクションするっていうのを許可してくれる場所が少ないんですよ。なるほど。そういうこともあっていろいろこう、特に今回渋谷に出陣するみたいな話とか、はい、今までの刀剣乱舞ではありえなかったシチュエーションがいっぱい出てくるんで、簡単かと思いきや本当に大変でした。なるほど。では少しトークテーマを深掘りしていきます。撮影中の印象に残っているエピソードをお聞かせください。佐藤さん。はい、やばい、来ると思わなかった、不意打ちでしたね。失礼しました。撮影の時の、まあ、これ印象深いなという出来事、何でも構いませんよ。たくさんありますね。もちろん渋谷のスクランブル交差点だったり、あと空港のシーンがあるんですけど、それこそ現代では逆に大変なんですよってさっき監督が言ってたんですけど、空港のシーン床がすごく滑ってて、はい、もう踏ん張りが効かないんですよ。だからそのある対策としてコーラを靴の裏と床にピシャーってやってこうやってなじませてそのグリップを効くようにしてやって、それがすごい印象深いですね。はい、はい、ですさあということで、クロストーク気味でも結構でございますので、皆さんの中で、はい、この印象深いなという撮影中のエピソード、はい、じゃあ1個いいですか。どうぞどうぞ。荒牧くんって実はねこのスカイツリーにすごくゆかりになるというか、はい、作品の中で、はいはい、そうなんですよ。訪れた場所に、こうやって来ましたけれども、来ましたね。うん、実際はね、まあ、もちろんそのこの麓で撮影ができるわけじゃないので、また別のところでいろいろやらせてもらったんですけど、うんうんうん、でもスカイツリーでは出陣しているので、うんうん、はい、そうなんですよ。とても大事なシーンで使われているのでね、はい、ちょっとどんなシーンなのかね、映画を見てのお楽しみというか、はいはいはい、では縦やワイヤーアクションなどもというふうに伺ってるんですけれども、貞本さんと玉木さんにちょっとお話を伺いしたいと思いますが、はいはい、撮影中の何かエピソードあるでしょうか。そうですね、もちろんアクションはすごいやらせていただいて、前回も僕ワイヤーアクションやらせていただいたんですけど、今回も引き続き挑戦させていただきまして、はい、でやっぱり前回を超えるという面でちょっと気持ち、前回より高いところに吊るされてるなという感覚がありました。ですごい前回よりも速いスピードで下ろされてるなっていう感覚もありましたね。なのでちょっと怖かったんですけども、迫力のあるシーンができたと思います。なるほど。玉木さんいかがでしょう。はい、僕自身そのワイヤーアクションは初めてだったんですけども、1時間ほど稽古させていただいて、であとはもう本番ぶっつけでやらさせていただいたんですけど、まあなんでしょうね、身体能力が高いせいかやっぱ一発 OK、 誰かしばけあいつは誰かしばけ一発 OK を出してしまい、なんかスムーズに撮影を終えてしまったので、ちょっともっとやりたかったなっていう思いはあったんですけど、初のワイヤーアクション楽しかったです。ありがとうございます。さあ監督、
さあそのあたりどうでしょうか。盾、まあ、VFX などもあるんでしょうが、そのあたりの苦労とかまたは印象深い出来事。そうですね、今のワイヤーアクションの話で言うと、玉木くんが実は高所恐怖症というか、はい、高いところが苦手だっていう話を撮影直前に聞きまして、はい、でそんなこと全く知らなかったんで、コガラス丸っていう役だから、ね、カラスだから飛ぶだろうっていう勝手なこちら側の印象でワイヤーアクションさせてしまったんですけど、いやもう全すごい楽しかったですよ。であと暗闇だったので、あの高所恐怖症のあの感じをわからないというか、今みたいな状況だったんで高さがごまけたんで、あのすごく楽しかったよかったです、それだったらまたぜひなんかお願いいたします。あ、はい、貞本くんもあの今回、はい、前作も、ワイヤーアクションしたんで今回もやって、はい、で前回の、前作の骨ばみ投資道っていうのはこう権限されたばかりっていうレベル1から始まってるっていう感じだったんだけど、うん、今回の骨ばみっていうのはもうレベルがもう100に近いんじゃないかっていうぐらい本当に強いんで、アクションも本当にすごいことになってます。だからそこは見てもらいたいなと思う。はい、さあ撮影中のエピソード小西さんにもお伺いしましょう。どうでしょう、何か印象深い出来事ありましたか。そうですね、僕が一番印象に残ってるのは、あの盾がもう本当に激しいので、あのクランクインした日が森の中での撮影だったんですね、深夜で。その時に盾がすごく激しくて、堀川邦弘は両耳に赤いピアスがついてるんですけど、僕はピアスが開いてないのでマグネットでつけてたんですね。でカットをかかった後とかにメイクさんに、やばい取れてるって言われて、あの森の中真っ暗の中でスタッフさん全員で大捜索するっていう、それが3回ぐらい繰り返されたんですけど、3回くらい落としちゃってなくなっちゃって、でも毎回奇跡的に見つかるっていう、落ち葉の中とかから見つかって、見つけましたって言って拍手を切るみたいな、すごい撮ったのみたいになったんだすごい印象残ってますね。では VFX 周りのお話もお伺いしたいと思うんですが、グリーンバックなどで撮影もあったかと思います。何か印象深い出来事ありますか。はい、グリーンバックは僕と、僕もっす ね、はい、僕も、はいはい、梅もそうか、結構みんな、ね、はい、みんなそうじゃないかな、うん、ああそうか、みんな全員行ったは行ったか、うん、バックで ね、はいね、まあ、あの広大な敷地をね、なんかこうグリーンバックで囲まれてて、まあ、あの見てみると、あの映画で見ると全然わかんないと思うんですけど、それぐらいすごいんです。我々は実は緑の壁を背景にお芝居をしてたっていうシーンがあったり、あとここ2人の対峙しているシーンなんですけれど、はい、このシーンでもグリーンバックのシーンがありまして、 そうですね、それは全面全面でしたね、はい、緑色の部屋の中にずっと一日中いるっていう緑でしたね、すごい、そういう撮影日がありましたね。和田さん大丈夫ですか。あ、ごめんなさい、すいませんやめてください、一番言っちゃうし触れちゃいけないよ今他全部いいのに聞いてた。あ、聞いてました、あのグリーンバックの部屋でね、そうそうそう、閉じ込められて閉じ込め一生出れんくなった。そう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 、ね、あの出てるようん、ひろきに突っ込まれたいや目には優しいけどなかなかね、あの明るい環境、まあ、あれを目に優しいって捉える人います。優しいでしょう。いや俺はいくらかかってるのかなって思いましたね、あんな全面のめちゃくちゃでかいんですよ本当。それこそこのスカイツリーぐらいでかいのかな。今ボケましたよ。そうだよねちょっとごめん、ギリギリ分からんぐらいだったね、みんな上見上げてたもんそのぐらい大きかったってこと、ね、それぐらいでかく感じました、はい、それが4面あって、あすごいなって思いました。なるほど、印象深かったと、はい、さあ、トークテーマ変えてまいります。今回オリジナルの設定であります仮の主についてお話をお伺いしたいんですが、ひろきさん脚本読んで初めてその、まあ、仮の主という設定、はいはい、あのご覧になった時いかがですか。そうですね、またこの仮の主っていうワード自体も初耳で、これも今作、初めて、そういう設定が出たんですけれども、そうですね、力を借りて、戦っている相棒でもあって、僕たちのペアっていうのはそのなんていうんですかね、その琴音という高校生の子が僕の仮の主になるんですけれども、その子が、物の声が聞こえてしまう、物の音が聞こえてしまうっていうことに悩んでいる高校生なんですね。その学生とともに、
まあ、刀であるということは物である三日月宗近が、現れて、それで接することによって、そうですね、心境が変化していったりっていうところが見どころにもなってて面白いかなとも思いますし、またそうやってサニワではなく、人と触れ合うことで三日月宗近の中にも、何か新しいものが芽生えたりっていうところが今作の新しいところで面白い点かなと思います。はい、和田さんにもお伺いします。はい、この仮の主、はいはい、あのまあ、公式サイトにも、まあ、一部発表になっておりますが、はい、初めてご覧な台本ご覧になっていかがでしたか。もう最初読んだ時はギャルって書いてて、はい、俺の仮の主ギャルってなって、で本当に案の定というかありがたいこと発表した時にギャルと長谷部っていうのがトレンド入りするぐらい、はい、やっぱ皆さん衝撃だったと思うんですけど、そうですね、あのギャルと共に僕高速バスで14時間かけて福岡から東京に来るんですよ。すごいことですよね。長谷部は走った方が早いっていうのを常々思いながらバスに乗ってました。なるほど、以上でございます。以上でございます。梅津さんにもお伺いします。はい、さあこの仮の主いかがでしょうか。そうですね、実は鏡演じるその飛永さんなんですけど、なんかものすごくその窓際族的な雰囲気を出すのがうまくてそうなんですよ、なんか、まあ、あのラバーガールのコントだったりとかでもたびたびなんていうかちょっとこうぼんやりとした男を演じることが多いので、なんかさすがだなと思いながら、でも本編であんまりその会話をすることが実はなくて、でもなんていうかその本編で描かれていない外でのその仮の主の長義と鏡との関係性もなんか何か物語があったんじゃないかなってこう想像できるようなそういう関係性になっていればいいなと思います、思っております。5、4、3、2、1、映画刀剣乱舞始めよう。これからも、すげえ転倒した。おー、しかも入ってるね、すごい斜めにね。あー、おー、すげえ。うわー、おー、おー、おー、はい、荒牧さんいかがでしょう。そうですね、間近で見れることもすごい感動的なんですけど、多分もう少し離れた場所から見たら一番綺麗だ。文句じゃないですだからこそ今ね、多分この街のどこかでスカイツリー点灯したよって言ってる方々が一番の楽しみな方々なのかなと思います。笑ってるやん、はい、最後は和田さんにもお伺いしましょう。和田さん、はい、いいですか。もうあの街のどこかで見てくれてる人たちが、ね、いると思うんで、その人たちに届けばいいなと思います。そうだね、この、映画刀剣乱舞黎明という映画は、映画ならではの面白さをたくさん詰め込んだ最高に面白いエンターテインメントになったと思っております。それをキャスト、スタッフともに、自信を持って、皆様にお届けできるというふうに確信しておりますので、ぜひ劇場で大きなスクリーンで、いい音響のもと楽しんでいただけたらと思っております。3月31日に公開ということで、あと少しですので、ぜひ、あとちょっとお待ちください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。八雲監督でした。ではキャストを代表して2名、お話をお伺いしたいと思います。荒牧さん、コメントお願いします。はい、映画刀剣乱舞の公開までもう間もなくですね。本当に大勢の方々、ファンの方々が、楽しみにしてくださっている作品だと思います。そして何よりも、こういうスカイツリーの点灯式の場を設けてくださったりとか、たくさんの方々にご協力をいただいてできた映画です。その方々の思い期待に応えるためにも、僕らなりにもたくさんたくさん宣伝して、ファンの皆様もしくは刀剣乱舞というものを知らない人たちにも、たくさん届けられるような作品になれればいいなと思います。何卒よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。最後はひろきさん。はい、簡潔に言わせていただきます。映画刀剣乱舞黎明、3月31日金曜日より、映画館で上映されます。皆さん、映画館でまた舞い乱れる、刀剣男子たちをお楽しみください。それでは映画館でお待ちしております。